じゃあまずは皆様のエールを込めて吹奏楽部の皆さんに拍手をお願いできますでしょうか。それでは吹奏楽部の皆さん、よろしくお願いします。Thank you.
を扱ったコンクールの曲をはじめ、ミュージカル曲やポップス曲など来てくださる方全員に楽しんでいただけるような演奏をします。ぜひお越しください。さて、続いて演奏する曲は美空ひばりさんの川の流れのようにです。今回唯一の演歌です。知っている方も多いのではないでしょうか。歌詞のご存知の方はぜひ口ずさみながら聴いていただけると嬉しいです。それではお聴きください。
ている全日本高等学校吹奏楽大会 in 横浜にビデオ部門で出場させていただいています。私たち部員が撮影し、副顧問の鶴田先生と愛知ドローンさんの協力のもと、とても素敵な作品になりました。チケットは1日視聴券で2500円です。チケット1枚につき1票の投票権が与えられ、一番多い団体には視聴者賞が与えられます。視聴者賞取りたいです。投票は今日の23時59分まですることができます。ぜひ私たち聖カタリナ学園光が丘女子高等学校吹奏楽部に投票をお願いします。続いてお送りする曲はアニメスパイファミリーの主題歌ミックスナッツです。ピンク髪の超能力者アーニャが主人公の物語ですが、実は顧問の日野先生はスパイファミリーが好きだそうですよ。私も一度見てみたいと思います。部員のキラキラ輝く笑顔とスタンドプレーにもご注目ください。それではどうぞ。
ストリートピアノの動画を投稿しています。今年の5月にはフジテレビ芸能界実業決定戦てっぺんにも出演されていました。2022年11月現在 YouTube のチャンネル登録者数は21万人を突破しています。それではみんなで三宅さんをお呼びしましょう。せーの、三宅さん。
先生の看板です。とても可愛いです。そうなんです。実は光グラスは物販売をしており、オリジナルマスクや缶バッジなどを販売しております。今日も物販売をしていますので、ぜひお買い求めください。私たちと一緒におさらいにしませんか。続いてお送りする曲は優里作曲ドライフラワーです。先ほどに続いてこの曲も三宅さんと久美さんにコラボさせていただきます。トロンボーンという楽器は男性の声に一番近い楽器と言われているため、作曲者である優里の曲にぴったりではないでしょうか。それではトロンボーンとピアノだからこそ出せる切なく美しい音楽をお楽しみください。Thank you.
ありがとうございました。三宅さんはプロのトロンボン奏者でありながら人気 YouTuber でもあるとのことですが、私たち光ブラスも YouTube にたくさんの曲を投稿しています。コンクール曲だけでなく、レ・ミゼラブルやオペラ座の怪人、ポップス曲も多くアップしています。三宅さんとのコラボ動画もアップしています。ぜひ光が丘の音楽を YouTube でも聴いていただけると嬉しいです。検索キーワードは光ブラス応援団です。チャンネル登録者数目標5000人です。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の曲紹介へ移ります。続いてお送りする曲は中田泰孝作曲新時代です。人気アニメワンピースの映画ワンピースフィルムレッドの主題歌です。この曲ではなんと三宅さんがピアノを弾いてくださいます。ピアノと吹奏楽だからこそ出せる音楽をお楽しみください。それではどうぞ。
これにて三宅さんのコラボ終了となります。三宅さん、ありがとうございました。三宅さん、よかったらちょっとマイクを通してお話いただきたいと思うんですけど、あ、何だっていいですよ、マイク。はい、今回、はい、生徒の皆さんと練習をされたんですよね、はい、あ、練習しました。どれくらいされたんですか、はい、もう今朝一回通しぐらいで、いやもう本当に皆さん素晴らしいので、もうすぐ会いました。本当ですか。本当にもう素晴らしいです、去年と続いてねコラボされましたけれども、はい、いかがでしたか。やっぱりもうなんかいいですね。すごい音のシャワーをすごく浴びて、あの自分もすごい元気になれ、たので、はい、一緒にコラボできて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。素晴らしいコラボでしたね。三宅さん、ありがとうございました。日本の曲で有名な浜辺の歌や桜桜などとともに日本の歌100選に選ばれており、日本人に昔から愛されている曲です。今はコロナの状況が厳しく、ふるさとに帰りたくても帰れない方、会いたい人に会えない方などたくさんいると思います。私たちも毎日部活ができるありがたさや、いつも会う仲間と一緒に音楽ができる幸せを日々感じています。そんな幸せをかみしめて演奏します。皆様の思うふるさとを思い浮かべてお聴きください。
吹奏楽部の皆さんでした。ありがとうございました。本当に明日からも頑張ろうという活力をいただきました。本当にすごい演奏だったので、もうちょっと聞きたいですよね。
そして聴いてくださる皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。いよいよ最後の曲はみんな光っ子大好きあの曲、せーの、セプテンバー。知っている方も多いのではないでしょうか。曲中に簡単な振り付けがあるので知らない人も知っている人もみんなでやってみましょう。まず右手を高く上げて中指と薬指を折り曲げます。そのまま右、左、右、左。それでは一度音楽に合わせてやってみましょう。皆さんで最後まで盛り上がっていきましょう。
ルト宮健さんです。せっかくですから集合写真とか撮りたいんですけど、そのスタイルで撮れますか？撮れる、撮りましょうね、せっかくなんでね。じゃあ宮健さんと匠さんもよかったらどうぞどうぞ来ていただいて、集合写真撮りましょうよ。何かブラバのポーズとかはあったりします？ある。あ、じゃあペンパーこれね、うん、マスク外しましょうね。はい、外して笑顔でお願いしますよ。じゃあ5秒数えますから、皆さんしっかり収めてください。いきますよ、5、4、3、2、1。最後にイエーイみたいなポーズ取ります？イエーイ、何でもいいですよ。イエーイイエーイイエーイ、 あんまり変わらなかった、 OK。 今若者の中ではギャルピースというのが流行ってると聞いたので、ギャルピースで皆さん行きましょうか。あ、そうそうそう、